2019。はい。もうちょっとで2020年代。まあ、ここは、はい。まあ、一番早い漢字。はい。しゅんさん、私の職務、職務が、職務落とし、忘れもしないです。篠宮の漢字イコール俺の職務と思ってます。どういうことですか？だから私が植毛の手術をしてる途中、もう後半ですね、夕方ぐらいのニュースにそのテレビがついてる、うん、そのテレビに篠宮が出てたっていう感じのやつで俺逆の立場やったら、うん、上だけ抜けると思う。いやそんなことないよ。いやだからやっぱり分かったわ。嫌すぎて俺抜けると、うん、いやだからじゃあ篠宮が俺が一人で活躍するのをどんだけ嫌って思うのか分かんないけど、うん、俺はそっちが活躍することをさほど嫌とは思わない人なの、うん、シンプルに、うん、あ本当嫉妬とかないの？あそうそうだから今回ねこういうなんか解散するかもってなった時に、なんかいろんな人が言ってきはんのは、うん、いや言っても、うん、高松も、うんうん、お前に嫉妬みたいなだやと思うよっていう人結構いたはんねんけど、なんかそこはやっぱり、うん、なんか否定はしたかな、結構。え？否定した？いや、それはないと思います。いや、それはないと思いますって、篠宮が言うのはちょっと、また変な感じになるしね。じゃあ、お前はそう感じてるけどっていう話になっちゃうじゃん。お前ばっかりみたいな喧嘩はないやんな。あ、ないない。いや、それはだってもうガチで思ってないもん、何も、うんうん。だって、そりゃそうじゃん。看板が言ってくんないとって思ってんの。まあね。うん、そりゃそうよ。え？植毛して。植毛して。どうですか植毛の人は。もう今ももう生き生きとしてますんで。いや、前髪まだちょっと来てません。いや、前はやってないんですよ。やったの奥なんで。ちょっと、あんな、てっぺん見せてもいや、しなさん。いや、ごめんごめん。しなさん。いや、嫌やったらいいよ。嫌やったことは。いや、しなさん。頼みますよ。何ライブまで撮っておきましょう、いろんなことは。いや、ライブにこんな頭見せへん。いや、わかんないけど、なんかあるかもしんないじゃん、ごちゃごちゃってなって。その時に楽しましょうよ。取っときなよ、美味しいやつは。ちょ、見してよ。いや、こっちじゃなくていいから。あ、まあまあまあ、はい。あの時に比べよ。まあまあ、そう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 。だからまあまあ、やってよかったんですよ、何より。大変だったよね、でも、職務。いや、こんなに大変なのかと思うのかな。もう一回せんよ。ああ、でもまあ、機会があれば、もちろん。もみあげ真っ白やもんな。真っ白。あれやん、北王子金やさん。あ、いいじゃん。北王子の北王子金屋のもみあげ。いいですよ、そんな。その、布袋そんなやつや。篠宮さん。いいや。篠宮さん。北王子金屋のもみあげ。マジでもう、昨日今日仕事した人にも影響されすぎるの早いんですよ。普段もなんか週とかやってて、なんでこの週やってんのかなと思ったら、あ、雑魚一緒と仕事してんじゃん、みたいな。なんだよ、みたいな。あ、そうか。いや、そこだよな。でも、これももう、だから、いや、そうね。俺がやっぱ嫉妬してると思われてることが、なんか、その、不本意だね、俺は。うん。で、お前が、逆の立場になったらそうやって言うわとかって言うから、ここが変な感じになるのよ。俺もそう、本当は思ってるけど、隠してる人みたいになっちゃうじゃん。だから、お前が逆になんで俺が頑張ってるそんな、なんか嫌なの逆に。そんな嫌なことあるんだって。え、いつ？いや、いつとかじゃなくて、俺が、だから一人で、なんか目立って、テレビとか呼ばれたりとかしてて、やだそれ。だって俺正直よ、うん、正直、うん、ちょっとこれ国内言いたいかもしれんけど、うん、実際そんなことなったことないから、うん、そう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 、あ、分からんけど、うん、でもそれ言うたかで、じゃあお前の一人で例えば何アメトーーク出るであったりとか、うん、でなった時に、うん、まあそれは俺が余裕がある状態で見てるからかもしれんけど、うん、別にああいえ頑張って跳ねがええなとはもちろん思うし、いやそうでしょ、うん、まあ、でも、だから、根本。うん。根本は、うん、あ、もう、こうでも言ったけど、はい、はい。二つあって、うん、松竹芸能の借りてたマンションに、俺が出てお前が居座って、ここで、金額的な格差が出て、まあ、この格差が出るのは良かったんけど、うん、そこで時計買うと。ってなった時に、なんで時計こいつ買うねんっていうのと、はい、あと、一番苦しい時に、うん、まあ、これは俺の実力のなさのせいでもあんねんけど、うんうんうん、一人でケーブルテレビに出た、うん、あ、まあまあまあ、割り勘にしようなんてことは全くさらさら思ってなかったけど、うん、呼んでくれるかな、みたいな。いや、それも別になかったよな。あ、そっちが一人でやんやったらええわ。一人でやんだって、一人のオーディション受けてよかっただけだな。そうそう。で、そっちはそっちでやるんやったら、ええわ、こっちはもっと行ったるからな、みたいな、うん、
まあ、嫉妬というよりかこう張り合うというか、あまあまあは根本にある。まあ俺はまあ言うと、まあまあどっちかが言ってなんか目立った時に、目立ってない方はなんかそれを見ていじったりなんなりできんじゃないのっていうスタンスがどこにあるから。俺分かった。何？もっと根本あった。何？お前への憎しみの根本。何？うん、初めてライブ出た時、99年かな、初めてが2回目の時に、ライブ終わって、それ出待ちの女の子待ってくれてて、で俺は出待ちの女の子1人やねん、に対して高松は2人やねん、この時に憎しみの根本を勝負だ。しょうもな、肉、俺なんてこんな頑張って一人だけやねん、あいつ二人いるやんけっていう嫉妬の根本はそこかもしれない。それ入り口はそうであったとしても、そっからお互い楽しい思いもしんどい思いも共有してきて、いろいろ減ってここまで来て、そんなことあんのっていう今思い出して、まあ、まああったの。最初どこやろ、あそこやっつって、もう知らないよそんな。俺になんて、俺のところに来た出待ちの女の子が一人、高松の子が二人、これが仲違いの原因です。そんなわけないでしょ。いや、プライドが変なんだよ、だから。まあでもそれが逆に馬力になってる可能性もあるしね、忍びはね。まあそうね。ああ、